ございます。よろしくお願いしはまい、す。お願いしまおす。願いします。さあ、今日は今夜のゲストは出版プロデューサーの、山田実さんにお越しいただいております。山田です。よろしくお願いしよろしくお願まいす。します。いやー、さっきもちょっと言ったんですけどはい。ね、今日はピートーク満載な感じになりそうだなぁと思っております。ぜひぜひ皆さんも質問どしどしそうおで願すいしね。たいと思うんですけども、出版に関することとかいろいろ聞いちゃってもあ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？何でよもろ聞いしてくだくさお願い。いします。お願いしそう、まさっきす。ちょっと落ちちゃいましそうですね。た。ちょっとびっくり。ちょっと。あ、これも落ちちゃいすまみしません。じゃあた。うこれまも。いですね。よろ偶し然くおで。願いしたいと思いお願いましす。ます。あ、皆さん続々とお集まりいただいて、あ、水越さん、水越こんばんさん、こんばんは。は。綾乃ちゃんも、こんお、ばんは。綾乃いちつゃもん。ありがとうございます。そうですね、この中に本を書きたいなって思ってらっしゃる方もたくさんいると思うんですけど、そのどうしましょう、どこら辺から聞いていったらいいのかなと思うんですが、今山田さんのお仕事自体はどういったことがメインになってるんですか？今は出版プロデューサーとして活動させていただいているので、は基本的には出版プロデュースのお手伝いとか、出版プロデューサーとして出版したい人のお手伝いをさせていただいているんですけど、もともとは出版社の下請けというかですね、編集プロダクションという書籍を作る会社をやっておりまして、でまあその事業の一環として出版プロデュースも今やってるという感じですね。とか2つ柱があるみたいな感じなんですか？そうですね、出そうです。版のお手伝いと本を作る仕事みたいな。そうです、そうです、そうです、そうです。もともと編集プロダクションという仕事は、企画を立案して出版社に売り込んで、で、本の編集、執筆、制作を全部やるんですね。出版。の本の企画から執筆、編集、制作まで全部をやるんだけれども、その企画の部分って同じ人がずっと企画を立て続けると似通った企画しか出てこないし、ネタもやっぱり枯渇するので、そんな時にね、出版プロデュースを一緒にやると皆さんの企画に刺激を受けるんで、ウィンウィンになれるなと、この商売は。なるほ ど。だから基本的には編集プロダクションの企画立案の部分を、担ってもらってる部分もあるので、反則的な位置づけで僕は今出版プロデュースをやってるんですね。そういうことなそうんなんでです、すそうなんです。ね。今日今見てくださってる方に特典があって、実はこの放送の終わったあ後と、あとですに、ね。録画を切った後 録画してるよな、してるしてる、録画を切った後、今、これを出したら売れるよというか、この企画が通りやすいよみたいなことを教えてくださるそうなので、ぜひ今日ね、リアルに見ていただいている方は、終わってからももうちょっと見ていてください。よろそしこくおも願いし楽ましす。みにしながら。よろしくお願いします。あとは今日プレゼントを持プレってゼきント。ていただいてるんですよ。ちょっと紹介してもらっていいですか？じゃじゃーん。じゃじさっゃきん。田村さんツイートされてましたけど。田村さん、ありがとうございま す。これプレゼントしちゃいます。いえいえ、ありがとうございます。これいいですよね。これは鬼講師の、田村さんがお書きになった、鬼講師。この方ですね。鬼講師だ。30分で達人になるフェイスブックっていう本ですね。なで、るほど。続いて、じゃん。花子さんのだ。青山花子さんのツイッターとアメブロでビジネスを加速する方法。先日増刷がかかったばっかりの、増刷した本です。増刷した方。そうです。新しい、最新版ですね。増刷したのって前のとちょっと違ってたりするもちんろでんです、すもか？ちろんです。そうなんだ。知らなこかっのた。本でどこ直したんだっけな。どこ直したんだっちょいちょけ。いこう直しが入ったりするんそうでですす。か？アメブロがルームじゃなくなったんですよね。プロフィールページ。なので、それに伴って機能の、変更と、あと、Facebook の記述のところは、やっぱりちょっと全面的に修正しましたね。Facebook もね、どんどん仕様が変わってるから、なんか合わせていかなきゃいけそうなでかっす、そたうでりす、すそうでるす。んですよだからちょっとね、書籍で扱うにはなかなかちょっとしんどいテーマではあるんですけど、でも今からって感じですもんね、そうです、中そうで身がす。どんどん確で、実もう一に。冊、じゃん、じゃじゃん。ん。
これあの改訂版で、1回出た本が、まあ修正をいっぱいしなくちゃいけなくて、修正するぐらいだったら、もう一回改訂版として新刊として出そうということで。じゃあ新刊なんですね。新刊です。はい、あの中島茂雄さんも著者に加わってですね、共著という形で出ました。おー、すごい、はい、そしてこれがプレゼント、この3冊を。3冊どうしましょう。1人じゃあれですよね。3人がいいかな。3人にしましょうかね。うん、それか、はい、どれかどれ合わせたらすごいいいよとかがあれば。3人がいいか。3人にしましょう。はい、はい、じゃあ3人にしたいと思います。じゃあ、 あの今日たくさんツイートしてくださって、はい、なおかつ山田さんにの記憶に残るツイートをしてくださった方に、はい、ね、はい、あの最後に選んでいただきたいなと思ってますので、はい、ぜひたくさんツイートとか質問してほしいなと思います。はい、ますよろしくお願いします。この本はあの田村さんには絶対当たらないんで、あ、そうですね、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、たくさんツイートありがとうございます。はい、Facebook の著者は多いなって、ね、あ、そうですね、最近多いですね。多いというか、まあ、人気のあのテーマなので、うん、そうですね、いろんな本がやっぱり出てますね。うん、はい、エヴァーノートもちょくちょく出てる感じですか。そうですね、エヴァーノートもでも結構あのバージョンアップが止まってしまったので、まあ、この辺からはじわりじわりっていう感じになっていくんじゃないかな。出しやすいっていうことですか。もうだから出しにくさはちょっと終わってしまったかなという感じですね。なるほど。この本も欲しいですね。アントニオさん、ありがとうございます。アントニオさん本書きたいそうなので、はい、何か質問あれば、ね、はい、あとお願いします。浪費さまさん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。見ててよかったと。はい、はい、ありがとうございます。じゃあですね、まあ、さっきお仕事の話を聞いていたんですけど、プロデュースの方と、その本を作るっていう方を2つ今されてるということなので、なんかそこを2つ一緒にやっている出版プロデューサーの方ってなかなかいないじゃないですか。いないですね、今一人もいないと思いますね。じゃあ日本で唯一。唯一ですね、多分。だから出版業界に属してる出版プロデューサーって実は多分いないんで、ここちょっとポイントじゃないですか。はい、あの多分ね、一人もいない。そう、出版業界、出版社とか、はい、編集プロダクションとかの人たちは出版プロデュース業を基本的にやってない。本を作るところに停止できる企画したりとか。そうなんです。だから、基本的には出版セミナーとかやってる人の大半っていうのは、出版業界以外の人が、自分が本を出したきっかけで、そういうことをされてる人が非常に多いですね。おー、なるほど。ということは、なんかこう裏って言ったら変ですけど、その業界のことが、多分もう一番分かっているプロデューサーってことですよね。はい、まあ多分、そういう分かっているというか、もう精通しているっていうか、ですね。だから、あのちょっとまあここから先はね、ちょっとあの見てる人に判断してもらいたいんですけど、はい、例えば恋愛をした時に、女の子にね、あの僕のどこが好きですかと聞くとするじゃないですか。はい、いいテーマですね。はい、で僕が例えばお金持ちで、お金も持ってるから付き合ってますよと、はいはい、いう子であったとしても、お金ですとは言わないですよね。あなたのお金が目的ですと言わないですよね。分かる場合はありますけど、言わないですよね。言わないですよね。言わないですよね。で多分それは出版も同じことが実は言えて、はい、その著者が本出したら絶対売れると。売れるの分かってるからあなたに本出させてあげたんですよと言った著者に対して、今度僕ちょっと出版プロデュースみたいなことをしたいので、僕の企画書のどこが良かったか教えてくださいって言った時に、あ、ここが良かったですよ、ここが良かったですよ、ここが良かったですよって言うわけですよ、それは。はい、だってあなただったら売れるからとは言えないんで、あのお金の匂いがするからみたいなことは言えないので、やっぱり気持ちよくするために、この企画書のここが良かったんです、ここが秀逸でしたね、ここの着眼点がって言って、教えるわけですよね。はい、そうするとその人はそれを真に受けて、そのテーマまで出版セミナーを開くんですよ。じゃあちょっと論点というか、扱うところが違うじゃないですか。そうなんです。だから僕もね、いろんな人のいろんな出版セミナー出たんですけど。出ちゃったんですか。出てます、出てます。意外と出てるんですけど、いやそれはだって話を聞かないと文句も言えないし、違うとも合ってるとも言えないので。そっか、合ってるかもしれないんですよね。そうです、そうです。だからちゃんとお金を払って、ちゃんと参加して、自分でお金を出してるんだから言いたいことを言わせてもらうという感じでやらせてもらってて、まあだからやっぱりちょっとずれてる人は多いですよね。
そっか、うん、だから結局著者さん側がそのプロデューサーと名乗ってる場合が多いですね。そうです。でやっぱりそういう人たちは、あ、そういう人たち、そこに来る人たちって、はい、本出せた人が語るんだから真実だろうと思うんですよ。そうだと思います。うんうん、うん、体現者なので、うん、あのその人に言ってることに間違いはないだろうと思って、うん、はい、語られるんですけど、うん、あの参加されるんですけど、うん、さっき言った理屈で、はい、出版社が、うん、なんでその人にちゃんとしたことを教えるか教えないかって、うん、まあね、あの分かってもらえればいいんですけど、うん、まあ、あんまりね、あのそこは言わないですけどね、うん、あのそういう気持ちで、あの、うん、教えてる部分はあるので、まあね、そこにじゃあ意味があるのかっていうと、まあ、もちろん意味があることを喋ってる方もいらっしゃるので、一概にはね、誰とは言わないですけど、うん、そういうことは多いですよね。なるほど。だから、うん、その人自体が売れるとか、その人自体に影響力があると思って出版社は出したっていうことがあったとしても、うんうんうん、そこを言えない。そうです、そこは言わないですよ。そこは言わない、言わないです、うん、でなんとか企画書のいいところをひねり出して褒めるんで、うん、でもリアルは影響力だったりするわけですよね。それはね、出版社やっぱりあの見てもらったら分かるんですけど、9割以上、まあ多分ね、ほぼ100割 100% が、はい、あの株式会社だったりするんですですね。そうですよね、うん、で株式会社ってことは営利団体なので、はい、利益を追求してるわけですよ、はい、ってことは、うん、売れそうじゃないものを出すわけがない。そうですね、売れるものしか出さないんですよ、うんうんうん、じゃあ売れないものしか出さないと言ったら、はい、じゃあ著者が企画を売り込んだ時に、うん、この企画は、うん、売れそうかどうかっていうところをもちろん当然チェックするわけですよね、うん、この企画が売れるかどうか、うんうん、それはだから純粋にその切り口であったり、うん、テーマだったりっていうところを評価する場合もあるけれども、はい、ちょっとあの、まあ、うがった見方っていうとあれですけど、うん、その著者自身がこの人で本を出したら、うん、これぐらい売れるだろうっていう人にもやっぱりオファーはするわけですよね。そういう人でも企画はやっぱり通すわけですよ。そっか、うん、でそこで売れれば出版社としては儲かるわけですから、まあ、営利団体としては当然当たり前ですよ ね、うん、そうです。そっか、うん、ただその人たちが伝えてることっていうのは、うん、若干だからずれる可能性が高いっていうことですよね。じゃあ山田さんがその出版するプロデュースするときに見ているところっていうのはやっぱり影響力と企画の切り口、うん、結局、まあ、最終的にはこの企画は売れるのかどうかっていうところで見るので、うん、人も含めて企画なんですよね。あ、著者も含めて。それ大事ですね、うん、だ著者の販売力も大事だし、うん、企画だけでもいけるのかっていうところも考えるので、うん、なんかねこう天秤、僕いつもセミナーで言うんですけど、はい、あのシーソーの関係で、うん、あの著者に販売力があったら、うん、多少企画が売れそうじゃなかったとしても、うん、企画通ったりするわけですよ。豪な企画、うん、でも著者に販売力ないんだったら、うん、売れそうな企画じゃないと通るわけがないので。そうですね、うん、このね2つがこう天秤みたいな関係になって、両方がうまくいってればそれはベストセラーみたいな、うん、うそうですそうです、完全に乗るんですけど、うん、じゃあ、まあ、出版社としては、うん、若干投資というか賭けというか、うん、そういうところもあるから、うん、もちろんです、もちろんです。ものすごくやっぱり、うん、企画通すのって実は難しい、ね、うん、難しいですね。だからまあ、うん、出版社がね1冊、まあ、出版社ごとにコスト違いますけど、だ、はい、たい2、300万のコストをかけて本1冊制作するわけですよね、うん、ってことは本が売れた結果2、300万回収したところで、はい、それは原価の回収なんですよ。それは何やってるかわからないみたいなところですよね、うん、だから紙代とか印刷代とか制作費はそれでペイできるけれども、うん、じゃあその反則のために動いてる営業マンの人件費はとか、出版社にいる事務の人の給料はとか、じゃあ赤ですね。赤ですよ、うん、っていうことは、うん、200、300万投資したら、うん、500万ぐらいになって帰ってこないと出版社として面白くないですよね。面白くないというか、うん、潰れちゃう、潰れちゃう、そう、そういうことです、うん、っていうことはじゃあ500万ぐらいだから1500円の本で言えば、うん、4000冊で、600万ぐらいですか、うん、だから4000冊ぐらいは実売で売れなければ、うん、出版社はもうやってられないわけですよね。そうするとその企画書を見たときに4000部売れるのかと、うん、この企画で4000部売れるのかと、リアルなことなんですよね。そうですそうですそうです。出版ってちょっと夢っぽく語られやすいですけど、はいはい、うんうん、本当にリアルな、リアルな数字が、そう、普通の商品開発と同じですね、はい、うん、あ、そっか。じゃあ
出版プロデューサーさんの、うん、まあ、選び方って言われ変ですけど、はいはいはい、出そうかなって思ったらやっぱりいろいろ調べたりしますよね、うん、調べますね、はいはい、その時に、うん、まあ、どこを見たらいいというか山田さんに言ったらいいと思うんですけど、はい、はい、ありがとうございます、うん、その、まあ、見極め方っていうのはどんなところなんですか。あの、まず一つは、その人がどういう経緯で出版プロデュースをやってるのかっていう経緯を見ると一つ分かりやすいかな、うんうん、でそれが著者上がりの人なのか、はい、また別のね、ヘンプラ上がりの人なのか、まあ、その経緯というか、まあ、そこに至るまでのね、あのプロセスを見るっていうのが一つと、うん、あとはその人の実績ですよね、どういうのを出しているか。そうです、そうです。でその時に、著者上がりの人で多いのは、はい、一社しかないんですよ、出版社が。要は自分が出したところ、そうそう、そこの一社でしか出せないみたいな人が結構多い、うんうん、なのでそれだとやっぱり意味がないですよね。それは可能性が低くなるっていう意味ではなく、うんうんうん、その企画と合ってる出版社とかいろいろあるんですか。そうです、そうです。だからその企画の、テーマもそうだし、うん、切り口もそうですし、うん、そういうのに合わせて最適の出版社にやっぱり企画をお届けしないと売れないですよね、うん、でも出口が1個しかないっていうことなので、うん、ということは弾かれる確率も高いし、うん、そっか、うん、そこにしか、そこの出版社で受け入れられる企画以外は全部ダメっていうことになってしまうので、うんうん、で結構ね、出版を目指される人が企画書を書いて、うん、出版社に行くじゃないですか、はい、そうすると、うん、ダメだって言われたら、うん、もうね、全部ダメみたいになるんですよ。なんかもう全部否定されたみたいな。そうそうそう、私を否定されたみたいになるんですよね、うん、でも気持ちわかる気持ちわかる、うん、でもね、実はそんな話ではなくて、はい、でもそれはさっき言ったみたいに出版社ごとに特徴があって、欲しい企画もあるし、そうです、そうです、あるんで、同じ企画書を違う出版社に持ってったら通るみたいなことが、うん、実際僕も経験はしてるので、そうなんです。だからね、出版ってなんかよくわかんないけど、うん、特殊な業界っぽい、うんうんうん、さっきのその商品開発と一緒ですよって言ったのも、はい、そうなんですけど、うん、そういう企画がボツった時の受ける精神的なイメ、うん、ダメージというかね、そういうのも受け負ってくれるんですか、山田さんだと。だからうちはね、 あったところに持ってきますので、そうです、そうです。だから通りやすいところがもう事前に分かっているし、うん、はい、そうですね。だからやっぱり日頃からその下請けみたいな形で仕事をしてるので、うん、そこの編集者さんが今度こういう企画欲しいんだよねっていう企画もね、やっぱり聞いてはいるので、じゃあそれが今日のこの終わった後に聞ける、ね、はい、ぜひ皆さん最後まで見ていただきたいなと思います、はい、あ、たくさんツイートありがとうございます。あ、こんばんは、山田さんだ。お、うん、あ、本当だ、おお、たくちゃん、あ、山田さんの出版本音話飲んでないからあんまりあの、ピートークまではしないです。しないですか、はい、どういう経歴を持つ著者が売れるとか、うん、何か共通した特徴とかあったりするんですかっていうカズ君から質問です。うん、経歴に関してはなんかやっぱり客観的評価でナンバーワンを取ってる人、はい、これはね、あの、例えば何とか受賞でもいいんですけど、うん、あの、そういうのはやっぱりすごいですよね。ブランディングとしてすごいっていうのがあるので、うん、数字がね、あるっていいですよね。で、あとは共通した特徴というかね、うん、あの、さっきの販売力を判断するのって結局、はい、メルマガで1万人とか言っても、もう、ね、そんな今影響力ないので、そうなんですか、はい、あの、あんまりそういう数字はどうでもいいってはどうでもいいんですけど、うん、でもやっぱりね、会員組織を持っていて、うん、月に1500円以上、要は本の価格よりも多い金額の会費を毎月徴収していて、そこに会員が1000人以上いるんであれば、それはね、かなりの影響力って言えますよね。あ、ちょっとまとめますよ、うん、まあ、1000人以上、うん、月に1500円、これは本の値段です、ね、うん、本の値段が、本の値段以上の会費を払ってるグループを持ってる 人、うん、それはもうでかいですよね。うん、例えば、まあ、3000人ぐらいの名簿はあるけれど、うん、はい、それ無料のメルマガとかだとあんまり影響がないかもしれない。うん、それはもうリストを買ってる人もいるし、買ってる人ももう買ってるっていうことをみんなにバレてるので、そうなるんですね。だから、そう、メルマが1万人ですって言っても、うん、あ、そうっていう、買ったのですねっていう人もいらっしゃる。そうです、そうです、そうです。だから昔はね、1万人いるんですよって言ったら、うん、すごいですねって言ってくれてたんですけど、うん、今はもうダメですね。それって変えるっていうのは、広告を出して、うん、そこから集客とかじゃなくて、うん、もうリスト自体が売ってる売ってる売ってる売ってますよ、それは。そうですか、はい、びっくりですね、はい。
じゃあまあそういうたくさんの何万人とか持っていて、毎月セミナーをやって毎月何十人来ますよって言ったら、それはいいことかもしれない。そうですそうです、ね、そうです、うん、そういうのはアピールポイントとしてありですね。リアルに会ってる人がいっぱいいて、うんうん、お金を払ってその人の何かを聞きに来てるっていうことは、うん、そうですそうですそうです、うん、だからそれだけの価値のある話をしてて、継続的にそんだけ集客できてるってことは評判もいいってことなので、情報の価値は高いってことですよね。そうですね、うん、あ、そこまで行っちゃっていいんですか？まだ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 これぐらいはね、これぐらいいいでしょう、まだまだ多分。今日もね、いつもですけど太っ腹でありがとうございます。サービスサービスサービスしていただいて、はい、書くことはやらないんですが、出版に関わる仕事には興味があります、はい、そうそう、写真家さんですね。なるほどね、はい、うん、出版社の特徴を知っている人が良いのか、うんうん、まあね、やっぱりね、あの、うん、敵を知ってる方がいいですよね。まあ、味方にするですもんね。はい、うん、そっかそっか、うん。会員制のグループを持ってる人がいるのかな。うん、じゃあ結構だからね、まあ、セミナーとかやられてる人は多いですよね。セミナー講師とかされてる人は比較的本出しやすいと思いますよ。はい、なるほどね。あ、アントニオさん、私はイタリア語を覚えるコツについての本と漫画本を出版したいですが、どの準備をすればいいですか。日本で日本語で漫画本を出版することが昔から夢なんだそうです。漫画ってどうなんですか。漫画はね、基本的にはね、うん、もう編集者に直接売り込まなきゃいけないので、僕らみたいなその出版プロデューサーを間に挟んで実現するのはかなり難しいと思いますね、うん、で、あとはその小説とかはやっぱり章から入った方が王道なので、あの、企画書で攻めるものではないですよね。企画書ではない、うん、だから、あの、例えばビジネス書で、うん、なんか最近なのか分かんないですけど、うんうん、ビジネス書なんだけど漫画仕立てのやつありません？あ、あります、あります、はいはい、ああいうのをやってる出版社さんとかだと、うんうん、もしかしたらこういう、うん、コンテンツがある方っていうのはいいかもしれないですか。あの、語学を、うん、あの、語学についての漫画本っていうことであれば、うん、可能性はあると思うんですよね。うん、それは多分、うん、高いと思いますね。高いそうです、うん、ただ、うん、ね、漫画本だけで考えた場合はちょっと厳しいので、うん、だから、うん、そうそう、だから普通のね、うん、ジャンプに乗ってるようなワンピースみたいなノリで漫画本を出したいのは、うん、それはもう全然ルートが違うので、うん、ただ語学本、コンテンツがあるっていうことがいいってことですね。そうそう、うん、そうです、そうです、そうです。それならね、ちょっと攻めようあるかなっていう気はしますけどね。お、そうですか、うんうん、もしかしたらこのね、放送の後のコンテンツが、はい、ああ、そうです、もしかしたらかぶってるかもしれないので、はい、楽しみにしてください。そうですね、だからやっぱり得意なところを見極めてアタックしてくれる出版プロデューサーさんが味方にいるとすごい強いっていう話ですよね、うんうんうん、あとはだからね、こうやって多分やり取りをしてると分かるんですけど、うんうん、自分が思ってる売りと、はい、周りから見るすごいところって実はちょっと食い違ってて、私はここがすごいんですって言って、これで本書きたいんですって言うんだけど、いやいや、そこじゃなくてあなただったらここだよねっていう、そういうのは結構多いので、やっぱり人にね、あの、話をした方がいいですよね、やっぱりね、人に話をする、うん、だからその時に相手がどこでリアクションを取るかっていう、あ、なんか思っても見ないところで、そうそうそう、いいもの持ってるねっていう話が、そうそうそう、え、そこ食いつくみたいなのが多分あると思うんですよね。うん、そういうのをするためにセミナーとかされてるんですね。そうです、そうです、はい、なるほど、うんうん、鬼講師田村さんのツイートを見て飛んできました。 おー、影響力すごい、さすがすごいですね、はいはい、で、じゃあ、まあ、出版の話をちょっと聞、はい、お聞きしたんですけど、うんうん、この番組はちょっと波乱万丈を聞きたいなということなんですけど、まあ、出版にあの近い話でもいいですし、うんうん、こう山田さんの人生の中の波乱万丈でもいいんですけど、はいはいはい、パッと思い浮かぶのとかありますか。はい、まあ、いろいろね、ちょっと話せない話はいっぱいあるんですけどちょっとそれをするわけにはないので、いいっていう機会がないんですね。そうですね、ちょっとね、なんで、まあ、出版ということでね、今日はあの、うん、出版したい人が多分見てくれてると思いますので、うんうん、ちょっと出版という話でするとですね、はい、そうですね、あの、実はあの、昔ご存知の人いるかもしれないんですけど、超図解っていう本があったんですよ。超図解、あの赤いワード入門みたいな、ワード入門シリーズも、そうです、そうです、そうです、
真っ赤なやつですね、はい、で、はい、それを出してた X メディアっていう会社がですね、うん、もう名前出していいのかよくわかんないんですけどまあなくなっちゃったんでいいんですけど倒産しましてね、倒産しちゃったんですよ、うん、その X メディアって最近いつ頃ビスタが出た時ですね。ビスタが出たのってなんだ、そうそうそう、Windows ビスタの本が出て1年持たずに潰れたんですよね、はい、そうなんですか。ビスタが多分そう、ビスタが10年末ぐらい多分出て、うん、そこからその年末で年越して、うん、10月ぐらいにお亡くなりになったというか、うん、飛んでしまったので、はい、そうなんですよ、うん、でその時にうちですごい本を作ってて、そこの会社の本を、はい、あそこから委託というか、まあ、そうです、そうです、そこの本を担当させてもらってたので、すごい金額のですね負債を背負い、かつ負債背負う立場なんですか。結局だから制作中なので、はい、入るであろうお金が入らないわけですよ。そっちは入らないけど支払いは、うん、そうです、そうです、外注さんにお願いしてるので、当然そこから支払いはね、多少まあ外注さんに泣いてもらうというか、満額じゃないところで交渉とかはさせていただいたりしたんですけど、うわ、そうなんです、それがね結構な額で、はい、それをたくさん払わなきゃいけなくなった。そうですね、そうです、そうです。その時ってその怒りじゃないですけど、矛先はどこに行くんですか。怒れないですよね。怒らないですね。怒らないですね。訴えないですよね。あのね、でもね、ちょっとこれ言っていいのかわかんないんですけど、うん、その X メディアのね、社長さんって、はい、まあ、工藤さんって言うんですけど、うん、すっごい業界的に名物社長で、うん、まあ言い方悪いですけど、はい、そうなったことを喜んでる人がものすごいいるんですよ。それはザマーっていうことですか。まあまあまあ、そんなとこですよね。言葉が悪いな。はい、そういう方だ。そうなんです、そうなんです。まあ、工藤さん見てたらちょっと申し訳ないんですけど、まあね、僕負債背負ったんでそのくらい言わせてもらって、言わせてもらって、はい、でもそうなんですね、はい、なので、まあ、当時いろんなその何、X メディアを辞めて転職された編集者さんが、はい、なんか山田がいろいろ知ってるらしいぜみたいになって、いろいろご連絡いただいて、うん、そっから次の仕事につながったりとかね、いいご縁もできたこともあったと、はい、うん、ちょっと電話で話す話じゃないから飲みに行きましょうかとか言って、そのね、顛末をいろいろ話してるうちに、ちょっとそんなことより次の企画さみたいな話で、まあまあ仕事にねつながったのでよかったかなっていう気はしますね。でもその時はもうどん底じゃない、どん底っていうか、もうね、でもね、ちょっと額がでかすぎて、どん底とか言ってる間もなく、もう資金繰りをなんとかしないといけないので、必死